まさかつまみ食いした上司の弁当が腐ってるなんて。3年前のだったからな。捨てずに置いてたの？会社に？先輩。どうした？俺はここにいるぞ。僕が早く元気になれるように少し食べさせてください。噛む力も弱っちゃってますね。病気に感謝したのは初めてだ。僕が退院できたらせめて一口かく。シャツくん。さーてラーメンでも食べに行こっか。そうだな。抵抗ペンギン。死という概念が失われるとどうなるのか。うなどりうめうめうめ。もともと欠陥品だとは思っていたがついに壊れたか。そりゃ3週間も帰ってなきゃ頭もおかしくなるよ。最近の仕事量はブラックということを差し引いても異常だからな。まるで社員が一人減っちゃったみたいにきつくなったよね。確かに。まあうちには減るほど社員はいないけどな。パーそうだった。なんで社員増えないんだろう。ブラック企業で働いてもいいことなんて何もないからな。そうかな。どういうことだ。だってブラック企業って簡単に入れるじゃん。めんどくさい就活するよりもブラック企業にサクッと入った方が気持ちが楽でいいと思うけどな。とりあえず働いておいて後からホワイトに転職して遊べばよくない。まあ時間は無限にあるからな。かといって怠け続けてどこかの誰かみたいに安月給無能中年になるのは嫌だよね。努力を怠った末路の例としてこの上ない人材だな。おお、なんだかペンギンとバンダに褒められた気がしたぞ。あいつらなんだかんだで俺のことを慕ってるからな。また仕事を増やしてやるか。あっはっは。さてああはならないように仕事するぞ。もう飲まなきゃやってられないよ。酒じゃなくてエナドリなのがブラック戦士の悲しいところ。どうした。おいペチ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 。そして一人に。さすがにこの仕事量はおかしい。どう考えても複数人が担当するべき量だ。よお前ら元気にやってるか。俺が何人に見えてるんだ。さすがにこの仕事量は無茶すぎだ。何パンダは何をしてるんだ。はあ、パンダ何を言ってるんだ。この部署は俺だけだろ。おお、そうだったな。それで仕事量なんだが。気合で何とかしろ。はあ、この部署に振ってある仕事の量は何も買ってない。お前なら気合でいけるはずだ。ボケてるのか。明らかに前より増えてるぞ。うるさいうるさいうるさい。これからもお前に振る仕事の量は変わらん。以上。ガキ老人か。限界。もう限界だ。これ以上はヤバいと体が訴えている。お、10年ぐらいで終わる量に調節しといたぞ。感謝しろ。こいつはこれでなんとかなったと思ってるのか。10年も耐えるなんて絶対に無理だ。いつか絶対に限界が来るぞ。限界。限界ってなんだ。10年続けてその後はどうなるんだ。人生は無限に続く。だけど体には限界があるのか。俺の体は、存在は限界を迎えた時どうなってしまうんだ。終わりがないって本当はとても恐ろしいことなんじゃ。はっ、寝てたのか。上司。おお、ペンギン、次の仕事を取りに来たのか。いや、俺はこの会社を辞めることにした。そうか。それじゃあこの仕事とこの仕事とこっちの仕事を。何？ちょっと考えたいことができてな。仕事はどうするんだ。お前がいなくなったらあの部署は終わりだぞ。終わりか。終わりってなんだろうな。あいつ、真実。ここが釈迦が悟りを開いた寺院か。今の俺にはちょうどいい場所だ。何か答えにたどり着けるかもしれない。世の中のものには必ず終わりが訪れる。いくら頑丈な鉄も時間が経てば錆びつくし、形のない水もいずれは腐る。なぜ生き物だけがその輪から外れているんだ。かつてこの地で悟りを開いた釈迦、驚異的な集中力で瞑想を続けたペンギンの精神は彼の領域に近づきつつあった。ペンギンの心に留まっていた疑問が、違和感が一つずつ紐解かれていく。そしてペンギンは答えにたどり着いた。そうか、生き物にも人生にも終わりがある。時間は無限なんかじゃなかったんだ。パンダ、シャチ、あいつらは確かに存在していた。俺は今まで全て忘れていたのか。俺たちは物が壊れてもその物を忘れることはない。だけど生き物のことはまるで元々いなかったかのように忘れている。あまりにも不自然。自然の摂理に反する現象だ。一体なぜ。よお前ら元気にやってるか。お前は俺が何人に見えてるんだ。さすがにこの仕事量は無茶すぎだ。上司はあの時パンダのことを忘れていなかった。シャチの時もあいつ何か知ってるのか。
陰謀。あいつは何か情報を持っているはずだ。あ、これは死の概念。死とは様々な理由で人生が終わること。世の混乱を避けるためにこの情報は一部の人間のみが知るものとする。死、それが人生の終わり。ペンギン、とうとう気がついてしまったか。上司、この情報は今すぐ世に公開するべきだ。それはできない相談だ。わざわざ忘れさせた意味がなくなるからな。忘れさせた？それじゃあ俺たちが死んだ生き物のことを覚えていないのは俺たち某企画の仕業だ。いつか訪れる死の記憶、誰かを失う悲しみを取り払えば幸せに生きていける。そうは思わないか。実際お前もそうだっただろう。死の概念さえ思い出さなければ平穏な人生、いや超生を送れたはずだ。誰の記憶にも残らないなんて、そんなの死んでいったパンダやシャチが浮かばれないだろ。パンダとシャチか。あいつらはよく働いてくれた。時間は無限にある。自分には終わりが来ない。そう思い込んでいる奴らを奴隷のようにこき使う計画は成功したと言えるな。それが本来の目的か。俺たちはお前たちから死の不安を取り除き、お前たちは労働力を提供する。互いに悪くない計画だと思うがな。そんなわけあるか。社畜は定時があるから仕事を頑張れる。人生だって死があるから今を頑張ろうと精一杯生きることができるんだ。終わりのない労働は努力しようとする気力を、生きる気力を奪う。お前らがしていることは世界中の人間から生きる意味を奪っているんだぞ。俺たちは従順な奴隷が欲しかっただけだ。お前も抵抗しなければ平穏に暮らせたもの。俺は奴隷じゃない。いつか俺のように死の概念を理解する人間が絶対に現れる。それまでせいぜい偽りの支配者としてふんぞり返っているといい。いや、ペンギン。俺に生殺与奪の剣を握られている時点で、お前は奴隷だ。残念だが、少し知りすぎたな。まだ夕方か。よかったな、ペンギン。念願の定時退社だ。人生からの、な。そして、あれ、ここ動物が3匹ぐらい働いてなかったっけ。まさか、ここは前から空き部屋だろ。そうだったかな。ペチ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 スパンスパン、うんしょうんしょ。10月1日から西武線でテイペンのステッカー広告開始。ペチ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 スパンだパンだ、うんしょうんしょ。機会があったら探してみてくれ。仕事やっといて。うるさいぞ、いきなり大きな声を出すな。仕事やっといて。こいつ直接脳内に。次回、心の声が聞こえるとどうなるのか。ファミチキください。ファンアートの募集をしているぞ。詳しくはツイッターを確認してくれ。書いてくれてありがとうな。ペチ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 。チャンネル登録よろしくな。登録するといいことあるの？俺が無限にピチピチしてやる。ペチペチ、ペチペチ、ペチペチ、ペチペチ。この腹黒パンダが。